はい、先生。あ、で、寺島。はい。お前は俺を慕って転校までしてくれたんだよな。はい。しかもおじいさんの家に居候までさせてくれたりなんかして。はい。いい子、なんていい子なんだ寺島。だがいい体してたな。先生？いや、なんでもないぞ、なんでもない。ごちそうさま。行ってきます。煩悩退散。ねえねえ、課題やった？俺はなんてスケベなんだ。いくら誘惑されたからって教え子にあんな。朝から元気だな、藤井。カブラギ先生、俺の恩師のカブラギ先生。そうだ、君の恩師のカブラギだ。どうだ、どの部を指導するか決まったか？勧誘合戦が激しくて。どの部も君をコーチに迎えようと必死なんだよ。スポーツのあらゆる分野です。君を指導者として迎えることは誉れだからな。いや、そんな。はい、達也。お、グッドモーニング。あんなって呼んでって言ってるでしょ。コーチ。白戸助け。いつになったらテニス部に来てくれるんですか？バー。モテモテ。アフタースクール。はあ、遅いですよ先生。篠原、お前。やだ、カツミって呼んでくださいよ。アンナとウサギはどうでした？なんで知って？あら、図星？そんなこと言ってもいいの？退職が嫌なら黙ってされていてくださいね。ギブアンドテイク。かつての学園を取り戻せるなら構わない。私は先生にとってのギブになる。ただいま。おかえりなさい先生。おう、ウェルカムホーム。お前らどうして？寺島さんに勉強教えてもらいに来たんです。あの、二人だけじゃなくて。こんばんは先生。まだ勝負はこれからですから。先生、どうしたんですか先生。達也ったら嬉しくてフェイントしちゃったね。コーチったら大丈夫先生。私と水着プレイですよね。寺島、俺の話を聞いてくれ。寺島、俺は聞きたくありません。窓か。先生、今窓かって言った？寺島。痛いです。すまん。あの、エッチ。え？先生のエッチ、バカ、スケベ。好き。お、先生が好きなの、好きなのよ。なのにどうして、どう
して先生は私を見てくれないの？先生なんて、先生なんて、先生なんか大好き。マドカ、俺もお前が大好きだ。ちょっと待った！おお先生、鼻の下伸びてます。あー！水泳、テニス、チア、弓道、どの部のレベルも向上している。君はすごいな。先生。エラチオ。ですが、私は教師ですよ。学生とそんなこと。仲いい奴に避けられ、彼女に振られ、3日でこんなに変わるのかと思った。別に先生のせいじゃないけどさ。わかりました。ですが今回限りです。これからすることも忘れてください。わかってる。こっちも終わりました。坂下くん、最後に一つだけ。こういうことはこれっきりですからね。約束は守る。先生へのお願いはこれで最後だ。明日からはいつも通りに。それじゃあ私は行きますね。あなたも下校時刻なんですから早く帰るように。わかってるよ。それじゃ。まったく人のいい先生だ。ちょっと待ってください、坂下くん。ああ、花森先生、何かよ。何かじゃないです。さっきの授業の課題、あれは何ですか？先生がモデルの人物画のこと。ママに。そんな目はすぐ。あんないやらしいポーズに胸だって。あんな胸って95の G でしょ。サイズ。ちょ、ぴったり当てないでください。言わなきゃいいのに。あ、もういつもいつも先生をバカにして。してないよ。立派な大人だって思ってますって。そういうことは胸じゃなく顔を見て言ってください。もうあったとはいえ学生の。ああ、ここにいたんだ。先生、どうしてここに坂下くんが。ああ、お願いに来たわけじゃない。それは昨日の。私を脅迫するつもりですか？昨日より楽しいことをしたくてな。ひどい。あなたがこんな卑怯なことをする人だったなんて。停学処分なんて目にあったんだ。このくらいの見返りは欲しくなるさ。今夜職員室で待ってろよ。あ、ちょっと。本当に来たんですね。先生こそ。あんな脅しをかけられて帰れるはずないじゃないですか。お願いです、考え直してください。昨日のこと以上なんて、そんな。はあ、私はまたあんな風に。これはいいな。教師のくせにエロいことするために学生の制服着てるとはな。はい、わかりました。I'm not into it.